今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ファーストハーフキックオフです。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループリーグ第2節、マドリー対パリサンジェルマン。さあ北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。ディマリアですね、はい、スピードに乗ったドリブル、はい、このドリブルのうまさは一人で何人も抜くことができますからね。なるほど、まあ、一人でチャンスメイクができますからね、これはやはり注目になってきますね、はい、あとは献身的にプレーもできますからね。なるほど、そういった部分にも注目しながら今日の試合見てまいりましょう。打っていった、早速シュートを打ってきます。奪ってからすごい攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すというね、はい、そういった意思が感じられますよね。パリ・サンジェルマン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。一旦前を取るカルバハルから中、よくカバーしましたよ。ムバッペ、ブラックスラー、アーチのようなパス、スルーパス越えた、ラビオからブラックスラー、マルソロ裏へのスルーパス、いいボールでしょ。ムバッペスルーパスを出す、いいボールだ。シュート、先制、アリサンドルマン。今のはあっという間に決まってしまいましたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。さあパリ・サンジェルマン、この時間に先制に成功です。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。一瞬のクリアですね。長いボール縦へ、ベイシュート、マドリー3本目のコーナーになります。マドリー現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている状況です。まあ一つ言えるのはフィニッシュの精度がポイントになってくると思いますね。前半の中盤という時間帯をシュート、捉えることができませんでした。いいですね、狙っていきましたね。この姿勢が大事ですよね。モドリッチ、サイドを上がっていきます。上がる、すぐ叩き締めて追いつく、あの短時間の流れは非常にいいですよね。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。今日のゲーム見応え
変えがさらに出てきました。得点直後の相手って集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。モドリッチ、左サイド上がっていく。ここで丁寧にボールを扱う。どうだ、これはいいですね。マドリー、これは奪い返します。華麗な技でボールをキープ。ウバッペ、カバーにから右へ自分で行く。ベイ、サイドを走る、自分で持っていく。どうだこのシュート、ドリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。非常にバングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。仕掛けるか、これはどうやらオフサイドのようです。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。カルバハルからベイル、上げる、いけるか、ミドル、マドリー5本目のコーナーキック。パリサンジェルマン、まだコーナーはありません。ですよね、この積極性が大事ですよね。トニクロース、ふわっと裏を狙う、裏へ落とした、これは繋がりません。長いボールを振ります。ラビオ、ここはすぐ奪い返します。パリサンジェルマン、ディマリア、ベンラッティからアーチのようなパス、ディマリア、シュート、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル、見応えのある好ゲームです。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。マドリーとしては 1-1 の同点ではあるんですけども、内容としては良かったですね。攻めの形ができてましたし、シュートを得る攻撃も良かったですから、後半も今の調子でいいと思いますよ。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループリーグ第2節、マドリー対パリサンジェルマン、前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。マドリーとしては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいでしょうね。裏のスペースへ、チャンス抜けた、チャンス来たが、後半始まったばかりです。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあパリサンジェルマン、待望の1点をもぎ取っています。奪ってからカバーニ、裏へ届くか。さあカウンタースピードを上げたいところ、いいプレッシャー、いいですね。パリ・サンジェルマンとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でゴールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですよ。これどう思いますか。そうですね、おっしゃる通り、裏のスペースをケアしている分、どうしてもボールホルダーへのチェックは普段に遅れてしまいますよね。またディフェンダーとしては大
対してのマッチアップは少なくともトレーニングしてますから対応できるはずですよね。逆に裏に出されてキーパーと1対1になってしまう方が失点につながる可能性は高いですからね。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね。ベイサイドを縦に走らせます。上げてくる。ディフェンダー集中力いいですよ。スルーパス繰り返しクロス。スペースで出す。もう一度中。これいいですね。マドリーとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。裏を狙っていきます。お、いい形ですよ。オフサイドか。いや、オフサイドになりましたけどもね、直前のダイレクトパスは見事でしたね。マドリーメンバーチェンジがあるようです。ネイマール、パリサンジェルマン、最終ラインまでボールを下げる。チアゴシウバ大きく縦へ。ネイマールカバーニからネイマール抜けてくる。抜けるか。ベイスルーパスを出す。この位置で受ける。中に入れる。受ける。シュート。ブッフォンのセーブ。いや、ファインセーブです。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ここで見せてくれました。マドリー7本目のコーナーキック。頭で来た。ウバッペ危ないシーンでしたがここはクリアの対応。モドリッチから右サイド。これはスローインとなります。さあ繋がるか。いいですね。よく伸ばしましたよ。抜けてくる。ここでルーズボール。まあクリアが精一杯ですよね。うまくボールに来ました。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどね。これはよく触りました。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。サイドのスペースを使います。ここはクロス。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ええ、ここは一旦落ち着きたいところですよね。セルヒオ・ラモス縦へのボール。
このスルーパスは通りません。スペースへ出す。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。裏のスペースへ、サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。パリ・サンジェルマンメンバーチェンジです。パリ・サンジェルマンもう無理にはいきません。カバーに、このボールはつながりません。しかし追撃はここまで。試合終了、2対1。